マヌバ・ジェホは、スペイン・アンダルシア州カディス県、チクラーナ・デラ・フロンテーラ出身のサッカー選手。バレンシア CF 所属。ポジションはフォワード。アンダルシア州カディス県出身で、カディス CF のユースチームに加入した。B チームに登録されると、2015年1月25日のアトレティコ・サンルケイニョ CF 戦で、プロデビューを果たした。5月17日。 CD マイレナ戦でプロ初ゴールを挙げた。10月18日、CD ローダ戦でハットトリックを達成し、このシーズンは23ゴールを挙げた。2016年1月23日、コパデルレイのセルタデビーゴ戦でトップチーム初出場を果たした。2017年10月28日、ラージョ・バジェカンの戦に途中出場し、セグンダ・ディビシオン初出場を果たした。 2018年7月24日、クラブとの契約を2021年まで更新し、8月にさらに契約延長を行って、正式にトップチームに昇格した。9月12日、コパデルレーの CD とニリフェ戦でトップチームでの初ゴールを挙げた。10月27日、CD ルーコ戦で同点ゴールを挙げ、このゴールがトップチームでのリーグ戦初ゴールとなった。 12月20日、契約を2023年まで延長した。2019年2月7日、バレンシア CF はカディスとのバジェイホの遺跡に関して合意したことを発表した。2019年6月まではカディス CF にレンタルの形で残留した。2019年9月2日にティエリー・コレアがバレンシアに加入したため、背番号を2番から15番に変更した。 2019年9月28日、アスレティックビルバオ戦に、マキシゴメスとの交代で、途中出場し、ラリーが初出場を果たした。11月5日、ロスクリールメトロポール戦にガインとの交代で途中、出場して、チャンピオンリーグデビューを果たした。12月21日、レアルバリアドリード戦で、バレンシアでの初ゴールを挙げた。父のハビバジェホもサッカー選手。 ありがとうございます。